植物の葉は緑色赤色プリズムで分光する、様子光学、植物学における、レッドエッジとは、様々な波長の光を植物に当てたときに、その反射率が大きく変化する、波長帯域、およびその変化特性を指す用語である。地球の陸上植物であれば、680ナノメートルから750ナノメートルの帯域で、急激に反射率が上昇する。 植物が人間の目には緑色に見えるのも、この光の反射と関係している。虹が七色に見えることからも、直感的にわかるように、太陽から届く光は様々な波長で構成され、その光は反射している。このうち赤色光や青色光は光合成に必要であり、植物がこれらの光を吸収していることから、葉が赤や青の光を反射する率は低い。 その一方で緑色光は光合成に不要なため歯に当たっても反射してしまい結果として緑の反射率は赤や青よりもやや高くなるこの反射率の違いによって人間の目には反射した緑色光が入ってくることから植物が緑色に見えるそしてレッドエッジの特性を示す700ナノメートル付近の近赤外線になると 植物の反射率が急激に上昇する。しかしながら、近赤外線は人間には不可視であることから、植物が赤く光って見えることはない。このレッドエッジは、植物のコンディションによって帯域がずれることから、農作物の生育状況や害虫によるダメージなどの地表観測の分野にも応用できる。さらには、地球外に生命が存在する兆候を観測する技術にも用いられており、 ハビタブルゾーンの研究でも有力な手法として論じられている。レッドエッジの概念に関連してグリーンエッジやブルーシフトも存在する。様々な波長の違い。人間に見える可視光以外にも多数ある。人間の目で知覚できる波長帯域のことを可視光と呼んでおり、具体的には約400ナノメートル、700ナノメートルの帯域である。 波長の短い方から順に紫、青、緑、木と徐々に変化していき、レッドエッジの700ナノメートル付近は赤である。700ナノメートルを超えると人間には不可視な赤外線へと変化し、700ナノメートルマイナス2.5マイクロメートルを特に近赤外線と呼んでいる。つまり、レッドエッジの帯域の近赤外線を植物が強く反射しても、 人間の目では通常は知覚できない。仮に近赤外線をも人間の目で見ることができれば植物は緑色ではなく真っ赤に見えるはずである。この見えない近赤外線の反射を簡易な実験で直感することができる。市販のデジタルカメラには近赤外線カットフィルターが内蔵されているがデジタルカメラを分解してこのカットフィルターを除去した後、 近赤外透過フィルターを装着する。このような加工済みデジタルカメラを使って屋外の樹木を撮影すると樹木が明るく光った写真になる。これは樹木がレッドエッジにある近赤外線を強く反射している照射である。波長別の植物の反射率であるが可視光の範囲では反射率は5%程度であるものの。 緑色の波長である550ナノメートル付近のみ反射率は10%近くまで小さく上昇する。この小規模な変化はグリーンエッジと呼ばれる。そして、レッドエッジの帯域である700ナノメートル近辺では反射率が50%近くに急上昇する。ただし、各波長の光をどの程度反射させるかは植物の種類やコンディションによって異なる。一般的には、 上緑の新葉樹よりも落葉樹の葉の方が反射率が高いとされる。また、水分不足などの理由で植物がストレスを受けると、レッドエッジの帯域が短い波長側にずれることがある。このようなずれをブルーシフトと呼ぶ。なぜ特定の波長帯域のみ、植物は光を吸収したり、逆に反射させたりするのか。これは、光合成をより効率的に行うために、 地球の光環境に適応進化した結果だと考えられている。光合成に用いることができる太陽光の帯域を光合成有効放射と呼ぶ。このパールを効率的に吸収するために植物には集光アンテナが備わっている。加えてパールから外れる超波長の光を散乱して反射することで光合成の効率がさらに向上する。 この集光アンテナの役割を果たすのが植物に含まれるフトクロムを代表とする光を感じ取ることができる色素タンパク質である。例えば日当たりの良い方角に植物が自然と茎を曲げたり光の変化で花を咲かせたりする性質はこの光需要体によってもたらされている。また光の明暗だけでなく光の色合いも光需要体は感知できる。この結果 どの波長の光を吸収し、または反射させて光合成に用いるかを、植物は主捨選択できる。なお、この環境的応接以外にも、光合成に、不要な帯域の光を反射させることで、葉の過度な加熱を抑止しているとの遺説がある。しかしながら、寒冷地に自生する植物にはこの遺説は当てはまらない、ことから、否定されている。光を反射するのは、植物だけではない。 様々な物質が反射するが、どの波長を強く弱く反射するかは物質によって異なる。例えば上空の雲は0ナノメートルから1400ナノメートル付近の波長帯域で反射率はほぼ変わらず約60%であり、1400ナノメートルを超えると急激に反射率が低下する。水はいかなる波長の光でも反射率は5%未満でほぼ一定である。 土壌の場合は、急激に反射率が変化することはなく、単波長から1400ナノメートル近くまで光の波長を変化させると、その反射率は約15%から約40%にかけて、なだらかに上昇していく。雲、海洋、土壌と異なる反射率の変化を見せるものの、植物のレッドエッジのように急激な反射率の上昇は見られない。これは先日の通り、 植物が進化の過程で獲得した反射能であり、非生物的な物質には起こり得ないためである。つまり、この反射率の違いを活用すれば、地球やその他惑星の地表に何があるのかをセンサーで感知することができる。このようなセンサーを搭載した観測プロジェクトとしては、アメリカ航空宇宙局が1999年に打ち上げた地球観測衛星テラが知られている。 テラには日本が開発した光学センサーのアスターが搭載されており、地球の植生分布などを継続的に調査している。ただし、調査可能な対象は陸上の植物に限定される。これは先日の通り、水が近赤外線をも強く吸収することから、水中の植物プランクトンなどは例え、レッドエッジの特性を有していようが、感知困難である。 イタリアのエトナ火山を人工衛星テラに搭載された光学センサーアースターで捉えた様子。このようなセンサー検知データとンビを組み合わせ、地上の植生も分析できる。陸上の植生を検知する代表的な指標としてはウビが知られている。これは、レッドエッジの帯域にある2つの単調の波長を用い、その差分比率で指標化したものである。このウビを用いると、 単に地表に植物が存在するかだけでなく、植物の量や活性度まで検知できる。例えば、日本の宇宙航空研究開発機構が開発した小惑星探査機のハヤブサ2から地球の画像データを取得し、海を使って計算すると、植生がくっきり見える。雲や南極の氷からの強い反射光がある地域であっても、これらと植物とを鮮明に区別することができる。 また、光センサーによるレッドエッジの検知は農業分野への活用も研究が進められている。農業、食品産業技術総合研究機構によると、稲の田植え機から成熟期にかけて成長ステージごとに反射率の違いがある。さらには、例外やエモチ病といった病害虫などの運部も識別可能である。2018年には農業生態系の調査進展を目的として、 新たな波長帯域を検知できるよう将来の地球観測衛星に機能追加する提言もなされている。NASA とアメリカ地質調査所が共同運用中の機場地球観測衛星ランドザット8号は2013年に打ち上げられたが様々な波長帯域を観測できるオペレーショナルラントイメージャと呼ばれるセンサーが搭載されている。この折は 9つの帯域に分類して検知しており、分類4番目の通称、レッドが630十七メートル680ナノメートルの波長を、分類5番目の通称、ニアが845ナノメートル885ナノメートルの波長をカバーしている。つまり、植物のレッドエッジ特性を示す700ナノメートル付近はランドサット8号のセンシングに含まれていないが、 ランドサット1号にレッドエッジの帯域を追加することが有用ではないかとの主張である。さらには太陽光の影響を受ける地球を含む太陽系惑星だけでなく、系外惑星における地球外生命体の研究分野でもレッドエッジの活用が進んでいる。自然科学研究機構などの共同研究チームは2017年赤色矮星におけるレッドエッジの波長帯域の現れ方を 理論提唱した。地球上で光合成を行う陸上植物のレッドエッジは700ナノメートル近辺であるが、太陽とは別の構成から放射エネルギーを受ける惑星であれば、放射される光の波長が太陽とは異なるがゆえに、レッドエッジの現れ方も地球とは異なるだろうと従前は予想されてきた。しかしながら2017年の理論提唱がこの予想を覆し、 太陽よりも近赤外線を多く照射する赤色矮星であっても地球の植生と近いレッドエッジが現れる可能性が高いとしている。ありがとうございます。